皆さんこんにちは。こんにちは。マックスブレイです。ハミルトンです。ミックスです。あれ高橋くんじゃないの？はい、ミックスです。はい、ありがとうございます。週末は東海お疲れ様でございました。お疲れ様です。お疲れ様です。ツイッターでもですね、多分もう数えきれないです。何百件、何千件まではいかないんじゃないかなと思いますけど、100は超えてました。マックスまで運極に誘うっていう報告とか、しました。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。大島くんなんか3体運極作るとか言ってましたよ。何を言ってんのかよく分かんなかったんだけど。分かんないですね。なんか。ワクワクつけるためだ。そう、なんだかなんか、僕はもう忠誠心を示すためにマックスまでの3体運極でっつってうん、必要なのかな、それっつって部屋で楽しくね、やってたんですけども、おかげさまで、マックスぐらい私、運極82？ すげえ。はい、ヒカキン様の党会議のね、両日ちょっといろいろあったんで、そんなに時間取れなかったんですけど、日曜日終わって、夜中からやったのと、さすがに眠すぎて寝て、月曜の午前中、今日の午前中ですね、やって82まで行きました。ソロでやってます。ちなみに私はヒカキンさんはずっとこれで回ってます。マックス村井、アスカ、ウォッカで、マックス村井がフィニッシャーとして非常に強くて、最後でも重力バリアがちょっとやつ、ただ結構その右下あたりにいると弱点反対側でもあの2箇所のワープだったらボーンってうまく当たるんで、なんかマックス村井でフィニッシャーをねやってもらいながらヒカキンさんをぶっ倒しております。もうボコボコにしてますヒカキンさんを。フレンドは比較的何でもいいです、もう別に、あ、でもまだ来てないから、あ、次ヒカキンさんね週末来ますから、2月の6日土曜日の午後12時間、夜終わるまで、ヒカキンさんは来ますから、マックス村井は残念ながら党会議で負けてしまったのでもうちょっと来ないんですけれども、ヒカキンさんは来ますから、だから私はその時に、これ作ります。あと多分期待値込みでも10周いかずに運極はなりますね。多くて10周かな。やりたいと思います。でです、明日からちょっと新キャラも来ますんで、今日は党会議お疲れ様みたいな、まあ、意味も込めて、党会議楽しかったね、盛りたくさんですね、盛りたくさんだったね、まあ、森戸さん結構私もそうなんですけど負け続けたせいであんまりなんか、いや負けました、ね、あれでしたか、もう気持ちいいほど負けましたね。本当最後まで12月から見てたモーストグランプリ、あれ、ずっと見ながら実況してて、ツイッターで、はいはいはい、ずっと実況してましたね。そう、いや見れてへん人もいるかなと思ったからずっと実況してて、すごい暑かったですね、戦い。私ね、最後の最後はね、ちょっと見れてないんですよ。出てましたもんね。そうなんです、そうなんです。ただ、引っ張れパレがね、優勝したっていうのは、マミルトさんのツイッターで知りましたよ。ありがたかったです。まあ、記念です。はい、超重心祭、金玉確定。で、明日から新ガチャが来るんで、明日ちょっと10連行こうかなと思うんですけども、お疲れ様の意味も込めて、シングルーダーン。どうかな、私の入ったのか、私のこの週末のいろんなものはもう報われるのかな、報われるのかな、報われるのかな、一発だよ一発だよ、なんかなんだっけ、玉ねぎみたいな名前の人、玉ねぎ玉ねぎ玉ねぎ、 OK。まあ別にシングルだけど1回とは言ってない、これが本当の終わり。報われるのかしら、私は音今誰も聞いてないですか、聞いてない。ストライクショットって言うかな、言うかな、いくよ、せーの、ドン、言ってなかった、ストライクショット言ってなかった、全然聞こえてこない。あー、かしく素足ですね、かしく報われなかった、党会議の苦労、報われなかった、でも今日は我慢。いや本当にね、皆様応援ありがとうございました。頑張りましたよ、私は本当に頑張りました。エキシビジョンも楽しかった、2日目の朝一、エキシビジョン惜しかった、もうちょっとあるな、大島くんな、江原さんチーム倒せたんだよな、すんげえ面白かった。まあ OK です、明日の新ガチャ私予告しておきます、10連やります、どうぞ皆様お楽しみに、強いですからね、お楽しみに。
あの新キャラのね目玉あれですよね、壁に当たったら反射になるっていうストライクショット、どこにいても挟まれる 100% カンカンできるという、あの究極究極、まあ強さとかのねバランスにもよると思うんですけれども、めちゃめちゃ魅力的だよね。どんな局面でもフィニッシャーやれるかもしれない。ぶっ壊れの可能性、おーぶっ壊れの可能性、あっち10連いきます。皆様じゃあ次回予告、明日マックスぐらい10連マックスぐらいシス、はいお楽しみに。チャンネル登録お済みではない方はどうぞチャンネル登録ください。以上です。さよなら。